人ともお疲れ。一応規則があるんで、捜索対象を確認させてちょうだい。うん、本物ね。途中で開いた形跡もなしと。あ、危なぁ。やっぱりね。二人ともおめでとう。実技試験は合格よ。ふふ、あのくらい楽勝よ。で、知らねえ、その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。まだ研修が終わったわけじゃないんだから。あれ、そうなの？だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってるわ。お疲れのとこ悪いけど、このままギルドに戻るわよ。はあ、まだあるのか。でも仕方ないわ、ここが踏ん張りどころね。そうだね、あとちょっとみたいだし。最後の研修は報告の仕方についてね。どんな仕事でも達成したら必ずギルドに報告しないとダメよ。どう解決したのか、その経過を報告するのもブレーサーの仕事なんだから。報告を受け付けるのは各ギルドの窓口よ。このロレントなら二人もよく知ってるアイナがその担当ね。ああ、ちなみに報酬もそこで支払われるから。今後ともよろしくね。じゃ、とにかく自分たちで報告してごらんなさい。実技試験に合格したならもうあとちょっとよ。仕事の達成を報告したい時には報告するを選んでね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから注意してね。報告をするとミラだけでなくBP というポイントも加算されるわ。 BP はブレイサーポイントの略称で、ブレイサーとしての実績を示すものよ。このポイントが一定値を超えると遊撃士としてのランクが上がり、協会から特別な備品が支給されるわ。準遊撃士のランクは9級から1級までの9段階よ。ぜひ1級目指して頑張ってね。実際に獲得したミラと BP はブレイサー手帳に記録されるから、後で確かめてみなさい。さーて、残るは最後の仕上げね。ようやくギルドの2階に戻れるわ。じゃあまたね、アイナ。忙しいとこごめん。ううん、気にしないで。大事な戦力を育てるためだもの。二人にはバリバリ働いてもらうつもりだし。バリバリ。覚悟しといた方がいいみたいだね。二人とも、お疲れ様。これであとは実際の経験で身につけるようにね。さてと。あ、その箱は？そう、さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのか随分気になってたみたいだけど。ひょっとしてもう開けていいの？ええ、いいわよ。二人とも中身を確かめてごらんなさい。やった。それでは。このエンブレムは、じゃあこれで僕たちも。うん、エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、本日人号〇〇をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として、人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。二人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。これで晴れて私たちもギルドの一員よ。そうか、僕がブレイサーか。少し不思議な気分だな。もうよしあったら、親身にしてないでもっとパーッと喜ばないと。ヒャッホー、やったー。はしゃぎすぎだよエステル。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラね、ほんとありがとね。お世話になりました。ま、新人を育てるのもブレーサーの義務ってやつよ。私も昔カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、
それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ？それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派なブレーサーになれるようにね。それじゃ、またね。わからないわね。何をさ。銀線のシェラザードといえば若手ブレイサーの中でも一二を争う凄腕って聞いてるけど、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあエステルから見ればそう見えるのも無理はないけど。え？いや、なんでもない。さあ、今日は早く家に帰ろう。無事にブレイサーになれたことを父さんに報告しなくちゃ。うん、そうね。おーい、早く来いよ。ま、待てよ。あれ、あんたたち。ゲゲ、エステル。あ、よしお兄ちゃん。失礼ね。何よそのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。変だ、うっさいな。男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。ふんふんふん。甘い、甘すぎるわよルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。へえ、まさか。ほほ、つい先ほどをもちまして、私遊撃士資格を得ましたの。正真正銘本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから威張れるような立場じゃないけどね。そこ、水を差さないの。あー、すごいすごい、お姉ちゃんたち、やったね。あー、パッドはいい子ね。粉まいきな悪ガキや、ひねくれたお兄さんと違って。そんな、俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よそのなんかってのは。だいたいね、16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな、本気で張り合ってるし。くっそー、覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイサーになってやる。パッド、行こうぜ。お、お姉ちゃんたち、またね。まったくルックったら、すぐ突っかかってくるんだから。私嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。それにしても秘密基地か、ちょっと気になるな。うんうん、なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのはそういう意味じゃないんだけど。いや、エステルとヨシアか。いらっしゃい。無事ブレイサーになれたかい？任せて。今日から私のことはハイパーブレイサーエステルとでも呼んでもらおうかしら。ところでリノンさん、リベール通信入荷してますか？ああ、昼過ぎに入ってきたよ。って爽やかに無視しないでよ。まあいいや、一冊もらおうかな。毎度、100ミラいただくよ。うちの父さん、いつもこの雑誌買ってるけど、これ、そんなに売れてるんだ。腕のいい記者とカメラマンが
スクープをものにしてるらしくてね。あと女王生誕祭に関連した連載記事が当たってるらしいよ。ああ、そうそう、これは僕からのお祝いの品と言ってもただで仕入れた試供品なんだけどね。え、何これ？レシピというと料理のですか？魔獣と戦って傷ついた時なんかにいつも薬を使うとミラがかかるだろう。その点料理だったら食材さえあれば基本的にタダなんだ。新しい料理を食べたらその手帳にレシピを書き込んでいって、どんどん料理を覚えていくといい。じゃあちょっと試してみようか。エステル、このクッキーを食べてみて。それじゃ遠慮なく。とまあこんな具合だよ。料理は食べて覚えるのが基本さ。見たことのない料理はとりあえず食べてみた方がいいよ。なるほど、これは便利そうですね。料理は嫌いじゃないけどなかなかうまくならないのよね。でもなんとかレパートリー増やして父さんをうならせてやりたいかも。そうそう、その意気だよ。ちなみに食材のご用はリノン総合商店をよろしく。さすがはリノンさん、商売が上手ね。ありがたくいただいておきます。ヨシア、いいところで見つけたわ。あれ、アイナさん？ど
うしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん、自宅にいらっしゃるのかしら？うん、家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの？ルックとパッド、知ってるわよね？もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それが、ユニクたりして北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ、確か魔獣の住処になっていなかったっけ？ええ、その可能性が高いわ。シェラザードも出かけてるから、カシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんの、アイナさん。今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。了解。わかりました。翡翠の塔はマルガ山道の途中を西に折れた先にあるわ。マルガ山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。何かあったら連絡してちょうだい。早速の初仕事ね。よしや、急ぎましょう。あ、マルガ山道は北口方面だよ。ちなみに北口は飛行場の隣にある目立たない小さな出口だからね。わかってるってば。ここは管制塔の入り口だね。照明装置と搭乗用ブリッジはここで制御しているみたいだ。僕の番だね。はっ、私の番ね。はっ、
の番だね。行くよ行くよ。うん、私の番ね。このちょ、まで来たけど、参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。うん、そうね。まだ最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルーク！パート！聞こえるなら返事しなさい！あの野郎ども、私を無視するつもり？いや、ひょっとしたら2階に上がったのかもしれない。とにかく奥に進んでみよう。番だね。私の番ね。この調子で。よっしゃ、片付いたわね。
な無事でよかった。それに突入のタイミングもなかなか良かったと思うよ。そっかな。終わったの？すっげー。エステル結構強いんだな。女のくせにやるじゃんか。このおバカ。いって何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃないパッドまでこんなところに連れてきたりして。反省しなさい。言ったった、やめろってば。暴力女バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きついお仕置きが必要みたいね。いたたたたたたた。エステル姉ちゃん許して、僕が悪かったです。あのお姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ、この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エステル後ろ。やばち。よかった、来てくれたんだ。まだまだ甘いな、エステル。見えざる脅威に備えるため常に感覚を研ぎ澄ませておく。それがブレイサーの心得だぞ。父さん、どうしてここに？何？アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力と、とっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。ん？面目ないです。助かったよ、父さん。ごめん、僕がついていながら。ま、守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。うん。それでは帰るとしよう。おーし、坊主ども、歩けるな。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。当たり前だ。それじゃあ町に戻るぞ。えん。助けてくれたのは感謝するけど、なんで父さんがいいところを全部持っていっちゃうのよ。それは仕方ないよ。なんといってもカシウス・ブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら。町に到着するなり報告は任せたとか言って、とっとと家に帰っちゃうし、ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない、あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。この調子で次の依頼も頑張るわよ。初任務お疲れ様でした。報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫、次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。うん。それじゃあエステル、帰ろうか。そうね、帰って夕飯の支度をしなくちゃ。あ、ちょっと待って、カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき渡しそびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ。外国の支部からみたいだけど。外国の支部？遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いから、そういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。
ヨシア。ん？何さ？私、遊撃士に向いてるかな？まあ、父さん譲りの武術の腕もそれなりのレベルだと思うし、困っている人がいたら放っておけないおせっかいな性格にも合ってると思うけど。そっか。ひょっとして塔での出来事を気にしてる？うん、あの時私の不注意でルックまで巻き込むとこだった。父さんが来てくれなかったら大怪我を負わせてたかもしれない。これから先こんな調子でやっていけるのかなって。何らしくないこと言ってるかな。今日の失敗は明日取り戻せばそれでいいじゃないか。明日より先のことを考えて尻込みするなんて君らしくもない。ずっと憧れていた仕事だろ。この程度でへこたれてどうするのさ。よしよ。うん、そうだよね。こんなの私らしくないよね。そうそう、エステルに深刻な顔は似合わないから、能天気に笑ってる方が自然だよ。って、どういう意味よ。まったく、一言多いんだから。それは認める。まあいいや。ありがとう、元気づけてくれて。それじゃ、早く家に帰りましょう。なんか急にお腹が減ってきちゃった。やっぱり能天気だ。ご苦労だった。報告内容は各支部で検討されて、報酬や昇給などに影響してくる。これからも忘れずにな。分かってますって。そうだ父さん、リベール通信買っといたから。それとギルドからの預かり物。うん、手紙か。それじゃ私は夕飯の支度があるから。そうだ、今日はありがとね。危ないところを助けてくれて。ほう、いつになく首相だな。ようやく父の偉大さを理解してくれたようで嬉しいぞ。さあ遠慮するな、ドーンと胸に飛び込んでくるがいい。調子に乗んないの。まったく、うちの男どもは減らず口ばかり達者なんだから。思っていたよりも落ち込んでいないようだな。ヨシア、お前のおかげか。大したことはしてないよ。ちょっと葉っぱをかけただけさ。もともと強い子だからね。ふん、まだまださ。遊撃士稼業をしていれば迷ったりすることはいくらでもある。それを乗り越えてこそ一人前だ。相変わらず娘思いだね。あっちゃー、もう一回やり直しだよ。いきなり挑戦するのはさすがに無理があったかも。いな、料理は気合い、何度でも挑戦あるのみよ。まったく落ち着きのないやつだ。少し手伝ってくるよ。あの調子じゃいつ食事にありつけるかわからなそうだし。さてと、うん、帝国方面からの連絡か。なんだと？ほう、驚いたな。どうよ、エステル特製ふわふわ卵のチキンオムライス。心して味わいなさいよね。うん、美味しくできてるよ。これやるじゃない、エステル。これが真の実力よ。いやー、いろいろあったけど今日はすごくいい一日だったな。遊撃士の資格ももらったし、初めての任務も経験したし、
オムライスも成功したしね。うん、初めて作った割には食えるな。覚悟していたのに拍子抜けだ。失礼ね。素直に美味しいって言ってよ。いや、こんな上出来なものが出発前に食えるとは思わなかった。やるじゃないか、エステル。出発前？父さん、ひょっとして。うん、急な仕事が入ってな。しばらく家を留守にするぞ。ちょっと待ってよ。それっていつからなの？明日からだ。あんですって！いくらなんでも急すぎるわよ。さっきの手紙だね。何か事件でも起こったの？何？単なる調査だ。いろいろな場所を回るから1ヶ月くらいはかかるだろう。そういうわけで留守を頼んだぞ。何がそういうわけでよ！まったくもう、いつもいつも勝手なんだから。仕方ないよ、エステル。頼まれたらそれに応えるのが遊撃士の仕事なんだから。それはわかってるけど、ロレント支部の仕事はどうすんの？依頼とか受けてるんじゃない？5、6件ほどな。そこで考えたんだが、お前たち俺の代わりにいくつか依頼を受けてみないか？え、それって父さんがやるはずだった仕事のこと？うん、新米のお前たちでもやれそうな仕事を回してやろう。難しそうなのはシェラザードに頼むことにする。どうだ？やるやる、やるに決まってるじゃないね。ヨシアもいいよね。そうだね、いい経験になりそうだ。決まりだな。明日出発前にギルドに話を通しておこう。がぜんやる気が出てきちゃった。父さんの名前を落とさないためにも気合を入れて取り組まないとね。おお、エステル、泣かせてくれるじゃないか。天国の母さん、見てるかい？俺たちの娘はこんないい子に育ってくれたぞ。だって父さんもういい歳だから、ここで信用なくしたら後がないし、協力してあげるのが娘の義務よね。俺はまだ45だ、バリバリの現役だっての。ああ、親子漫才もほどほどに。ところで父さん、明日はどっちの飛行船に乗るの？オート行き、それとも防水機？オート行きだ。朝の10時に出発だな。だったら明日はちょっと早起きしなくちゃね。目覚まし時計セットしとこっと。父さん。ヨシワか。あんまり飲みすぎるとまたエステルに叱られるよ。旅立ち前のケーキ漬けさ。どうだ、お前も付き合わんか？遠慮しとく。っていうか、未成年に酒を勧めないでよ。シェラさんじゃないんだから。あれは俺以上の上ばみだからな。かなりの事件みたいだね。まだ確証はないが、帝国の方で動きがあるらしい。エレボニア帝国で、気な臭いね。目立った動きではないが、それがかえって気にかかる。まずは帝国大使館に探りを入れてみるつもりだ。わかった、エステルのことは任せてよ。あまり甘やかすんじゃないぞ。遊撃士になったからには自分の面倒くらい見られないとな。エステルなら大丈夫だよ。天性の勘を持っているし、荒削りだけど武術も天才的だ。きっと一流の遊撃士になれる。今は世間知らずのひよっこさ。いずれ自らの意志で進むべき道を選ばなくてはならん。ヨシュア、それはお前にも言えることだ。もう5年になるか。正直あっという間だったな。うん、本当に
あっという間だった。あの時の言葉、まだ撤回するつもりはないか。僕にとって最後の一戦だから、それすら守れなかったら僕は自分が許せなくなるから、だからごめんなさい。謝る必要はない。だがな、これだけは覚えておけ。お前がどんな道を選ぼうと、この5年間を消すことはできん。俺もエステルもお前の家族だ。どんなことがあろうともな。うん、ありがとう父さん。さて、そろそろ時間だ。エステル、あまり無茶をしてヨシュアの手を焼かせるんじゃないぞ。もう耳たこだってば。父さんも無理しちゃダメよ。もう若くないんだからね。ふん、まだまだ若いもんには負けられんさ。シェラザード、お前にも急な仕事を押し付けてすまんな。いえ、気にしないでください。先生の代わりが務まるか自分ではちょっと心配ですけど。謙遜するな、銀線の。ついでに悪いが、何かあったら二人を頼むぞ。それは任せてください。決して甘やかさずに厳しく見守ればいいんですね。さすが分かってるじゃないか。何よそれ。この辺りが指定だね。おっと、いかんいかん。父さん、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないから。どこに行くか知らないけど、お土産期待してるからね。ちょっと洒落た小物とか。こらこら、遊びに行くんじゃないぞ。ま、財布に余裕があったら考えてやらんこともないがな。それでは二人とも元気でな。寂しそうな顔しなさんな。どうせすぐに戻ってくるわよ。何の調査かは知らないけど、先生だったらあっという間だわ。寂しくなんかないってば。父さんが留守にするなんていつものことだもん。はいはい、そういうことにしといてあげる。それじゃあ私は先生から引き継いだ仕事を片付けるけど、困ったことがあったら遠慮なく頼ってきなさいよ。でも最初のうちは自分たちの力で頑張ってみるよ。どこまでやれるか試してみたいし。なんも言っちゃって。ま、ヨシュアがついていればそれほど心配することもないか。二人とも頑張りなさいよ。うん、頑張ります。さてと、どうする？早速ギルドに行こうか。うん、どんな仕事をするのかアイナさんに聞いて確かめなきゃ。それじゃ、レッツゴー。Thank you.
Thank you.